誰だ。犯人追いかけるぞ。郁恵さんは殺させん。何この声。わあ、知らんのやつ来た。知らんやつ来た。知らんやつ来た。何こいつ。初めて見るやつ来たんやけど。20代後半ぐらいの男性来たんですけど。お前、誰やねん。ああ、クラック、ミスった。ミスったっちゃ、ミスったっちゃ。ああ、そうだ、説明してなかったけどね。この地臭って右のゲージあるでしょ、右下のゲージ。ゲロとか食らったら溜まって。その刺繍と呼吸の合計は10以上にならんのですよ。つまり刺繍が4になった意味は呼吸が6以上にならない。やばい、劣勢。倒すしかない。落ち着いていけ。ほら倒れてくれよ。こっちもちょっときついんだ。刺繍4になってしまったからね。倒せるか。攻めろ攻めろ。ちょっと劣勢じゃないですか。これで倒してくれ。どうだい、倒せんかった。そうなると逃げるしかないよね。何よ今の。手紙男を倒す。武器を手に入れる。武器、あいつか。手紙の主は地図載ってない。こっからもう地図に頼るなっていうか。ブーコーちゃん待ってくれとる。ちょっと待っとって。武器探してくる。え、ああ男のやつ、男のやつ。あえて疲れるんだけどね、本当は。刺繍がやばいんです。イエーイ。回復しようと思って壊しようのに、むしろダメージ食らってますって。よし、こいつを倒さなあかんのか。武器は、武器はないのか。武器は、おお、なんか武器ありそうなやつが。ダメなやつだこれは。ダメなやつだ。違うわこれは。違うやつだ。ここに来てまでマイナスアイテムなんかなくてもいいのに。ああ、だんだん避けないようになってきとる。呼吸が少ないけん。あとは俺の腕前次第。逃げよう。あいつをどうにか倒さなあかん。まさか、ブーコちゃん何か知っとる？何か持っとる？だんだん道がわからんようになってきた。こっちで合ってるのかって、そんな感覚になってきた。ネオボックス。やめとこう。なんかちょっと、やめといた方がいいような気がしてきた。それより武器を。ああ、武器っぽいな。来たー、なんか来たー。こいつでなんとか倒せんかな。どうだろう。いけるかな。何か武器を探せ的なこと出たんだったら、何か確定的に倒せるようなもんがあってくれたらいいんやけど。あるかな。これでどうだ。これ全できるだけもうあと3回攻撃したら倒せるか。それでもダメージって蓄積するタイプか。ファイヤー、もう一度ファイヤー、ラストファイヤー。これでどうだ。倒せてないやん。ダメじゃん。倒すための武器がまだ足らん。これ絶対使えるやつじゃん。他にもちょっと探索してみよう。あ、警察官おるわ。警察官と相手してられんけど。この警察官とかのおる先に何かあるパターンのやつなんかな。それともネイルハンマーで倒せるかな。倒せそうじゃないな。どうする。いろいろ選択肢はある。おまわりさん、もしかして俺が電話で呼んだんじゃなくて。1999年からずっとここに。ああ戦うのじゃ。やったー、やったー。警察官最後の最後で優しいことしてくれた。これがあったら
いけそうな気がする。残り一発やって。いいもんくれた。助かった、助かりましたよ。出てこいあの男、出てきたあの男、頭にこいつをぶつけてやるぜ。くらえファイヤー、ダメージでかやった。これでしばらくは動けないだろう。成仏させる方法、これはまた難しいな。なんかないかな。俺さっきのところやん。来たってしょうがないやん。女の子おったよな。鼻血ブーコちゃん。鼻血ブーコちゃん何か知っとるかな。教えてほしいんやけど、知っとったら。てかこっちのルートではどうか全然わからんし。違う。敵出てきたらちょっと怖いな。一応武器は持っとるけど、攻撃力そこそこ高いんや。かな。ブーコちゃんどこおったっけ。戻ってきたな。なんか戻ってきちゃったな。セーブしとこ。いいとこだ、セーブだ。そんでもってだ、そんでもって、どこ行ってどこ行かんかったか全然覚えてない。地図が欲しいです。地図が欲しいです。地図が欲しいんです。右手方使っております。あれセーブポイント、これ来たな。こっち来たやつやな。あブーコちゃん、ブーコちゃん、三島かな。あ、これ三島かなだったんじゃ、ブーコちゃんじゃなかったんやな。かなちゃん、まあいいや、三島ブーちゃんでいいや。三島ブーコちゃんでいいだろ。こんなところに閉じ込められてかわいそうに、苦しかっただろう。ブーコちゃん、何か落としていった。ブーコちゃんも武器な、これ、お札、お線香。ああこれそういうパターンのやつ、成仏させるってそういうお参り的な意味のパターンのやつだった。ってことは、さっきアパートあったっけ、そこに行ったらもう行けるんちゃうん。じゃあ、ここじゃない。どこ？アパート。アパートに行きたいんです。あ、来た！ここじゃ。出るじゃないわだ。出たらあかんねないか。で、まだ行かな。郁恵さんのところ行かな。郁恵さん。郁恵さん。成仏してほしい。あなたには成仏してほしいんだ。この線香を焚けば刺繍が和らいで成仏できるんじゃないか。ライターどこにあったんやろ。郁恵さん、天に登っていく。うわっ、何？何？何？光寄る、光寄る。郁恵さん、何ですかそのフラッシュは。成仏したのか。いけた？あ、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 帰れて？そういうこと？もう死体とかは？何もなし。そう。帰ろう。あ？あれ？デジタルデビューじゃん。戻ってきた？戻ってきたのか？元の世界に。デジタルテレビだ。俺と同じ反応だ。やっぱデジタルテレビ。現代じゃん。バリバリ現代。うん。お、お、外が明るいな。明るい。これはハッピーエンドのパターン？
羽はもうない。ええー、え、なんでお前おるのだ。あ、あれあれあれあ、あれあれあ、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 ええ、また暗なった。えな、な、な、え、何が起こるって言うんだい。あー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 、展開早いよ。あーあーあー、え、え、え夢なん、なあ、なんなん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 。その後104号室やな。このアパートが建て直される前、104号室に住んでいた男女のことを大家に尋ねたのだが、不思議なことにこの部屋の情報だけが書類から全てなくなっていた。三島かなと警官のその所在も探したが、ついに分からなかった。今もまだいるのだろうか、あの死の世界に。2014年、アイムシアン、シアンさん、作者さんのシアンさん、なんか聞こえてますね、シアンさん、シアンさん聞こえてますね。はあ、ようやくクリアした。はい、というわけで今回は刺繍次の日の結局異端って読むんかよ、全然わからんかったけど、とりあえずクリア。次の日はすっごいリアルなゲームってことで、第1話から第3話までちょっとプレイさせていただいたんですけど、全部動かすだけでクリアできるようなゲームだったんですけど、今回とうとうアクション要素みたいな感覚であったんで、それがまた楽しかったし、また怖かったしですね。次の日第4話作らんかな、作者さん。続き作ってくれたら嬉しいんやけどな、まだちょっと続きが気になるんですね。はい、というわけで今回はこの辺で、刺繍次の日異端なんかはもう本当わからんけど完結です。というわけで今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。週上げ。どうも、暴れん坊のサンタクロースです。宣伝というプレゼントします。この動画は刹那圭介の実況動画です。刹那圭介のチャンネル登録をしたいという方は俺をクリックしてくれ。皆さんのチャンネル登録お待ちしております。ジングルベル、ジングルベル、腰にくる。